はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回は、こちらですね。クベラツヤ。ミャンマーカチンチュドラジですね。ワイルドファン。こちらのですね、マット交換をしていきます。で、あんまりマットの状態が良くなくてですね、もう全交換していこうかなと思います。ちょっとあんまり良くないんですよね。わかりますか？専務士みたいなのがいるんで、もう全交換しちゃいます。あんまり良くないんですけどね。というわけで、早速4頭ですね。行きましょう。いるのかな？行ってんのかな？すごい。痛い痛いです。はい、いました。はい。線虫の被害下に出てなければいいんですが、少しマットを入れてあげようかな、やっぱり。多分大丈夫と思うのかな。こらこら。さあ、体重まで測りましょうか。多分安かな、これ。あ、そうですよ。人間で。23.5。こうやってポンポンポンって押さえつけたら、ね、意外とこう登ってこないですね。この上に登ってくると危ないんですよ。チアグはね、ここでそこで死んじゃうんで、なんですかね、そういう防衛本能っていうんですかね、よくわかんないですけど、23.5 あるこいつが。で、次、なぜか登ってきて死ぬときは大体登ってきて死ぬんですよ。最後登ってきてそこで潜れなくなって死ぬんですよ。最後なぜかですね。3で投入したいですか。さあ、どんぐらいの大きさになってるでしょうか。死んでるか生きてるか、どっち。生きてるっぽいな。痛いだ。つやかわさん、いらっしゃい。あ、メスか、こいつ。これメスだな、大きさ的に。はい、3で先に加齢して、この大きさは多分メスだと思います。で、これもきちんと上からポンポンポンと固めてやってね。23.5 を2連発。多分これメスだろう、おそらく体重的に。さあ、あと2頭。まあ、マットの位置は悪くないか。よいしょ。ドン。痛い痛い。これはどうなんだ、押すか。押すっぽい気はするけど。
ゃあでもこれの中、21.5、 メスかこれ。いや、むしろこっちがメス？オス？いやー、よくわからんな、ツヤカは。頭はこっちの方がちっちゃい気がするな。ってことはこっちがメスか。21.5、 もっと極端に分かれるはずなんだけどな。さあラスト1頭、俺のマットが悪いか。よいしょ。さあラスト1頭、できた。これなんだろう、なんかでかくね。全部メスか。全部メスだと笑いますけどね。これもでかくない。さあなんぼでしょうか。これもでかくねえぞ。ほいっと、23.5。あら24。これも結局あんま変わんねえんだよな。なんだろう、もうちょっと明確に差が出てもいいんだろうけど、なんかオスのようなメスのような中途半端ですね。まあ三連初期っていうのはもうツヤというかツヤ型に関しては基本わかんないですからね。あの比喩反応しづらいんですよ、ツヤ型。ですね、これで、クベラーツヤのマット交換終わりました。まあ正直な感想、お前らオスメスどっちやっていう感じですね。あーどうなんでしょうね。まあブルマイで 30g ぐらいで、カセルナウディも結局メスの幼虫で 30g ぐらいまで行ってましたからね。ほんともう少しこうね、差が出てくると、あ、オスだなメスだなってわかるんですけど、ちょっと現時点ちょっとわかんないです。多分メスなのかなオスなのかな。メスだとこっから伸びないんですよね。結局ある程度体重に乗るんですけど、オスだとこうガーって伸びるんで、まあね、マットを変えてるのでね、どうなのか、そこでまたこう差がついてくるのかなと思ったりはするんですけど、実際のところどうなるかですね、ちょっとやってみないとわかんないところですね。まあ、とりあえず、順調に成長中ということですね。今後もですね、もうちょっとでかくなるのを期待してですね、今回のマット交換終わりたいと思います。